反転フラップ式案内表示器とは、文字を上下に分割して印刷した複数のフラップを回転させることで表示を行う装置。変更稼働中の音から、パタパタ式、開発者の名前から、ソラリー式とも言う。また、多面反転表示式とも言う。鉄道駅もしくは空港などにおいて、乗り物の行き先や、種別などを案内するために用いられているほか、ガソリンスタンドでも、 数字のみ使用されているケースもある。同じ構造を持つデジタル時計も存在している。構造図2枚の小さい円盤で、数量計や行き先表示板などでは10から50枚、程度を、時計の分表示では60枚の、同じ大きさの薄い板を挟む構造となっている。このフラップが横長の場合には、中間指示のために別に円盤が設けられていることも多い。 一枚のフラップには表面に文字、記号の下半分が、裏面に上半分が記載されており、フラップの一辺の延長上で円盤に指示され、二枚の円盤が縦方向に同期して回転することでフラップを反転させる。装置の上部にフラップを止める爪が設けられており、静止したとき、フラップの一枚が上部で裏面を向け、表面を向けた下の一枚と組み合わせて、一連の文字、 記号を表示させる仕組みとなっている。これを数字の桁や表示項目ごとに複数組み合わせることで全体として意味のある表示とさせている。日光の影響を受けると見づらい、約5年のバックライトの寿命で聞きごと交換、電力を消費するという LCD に対し屋外でも見やすい、駆動部以外は20年以上長持ちする消費電力が低く、省エネ。 という長所がある。欠点は、表示の自由度が少なく、情報を増やすには板を、その都度作り直す、板の洗浄、駆動部の注油などのメンテナンス、などの手間がかかることである。英語圏では、アルファベットだけで表記するため、フラップ自体を一文字ごとに分割させることで、表示パターンを増やしているものが多い。そのため稼働中のものが、比較的多く残っているが、 老朽化などの理由で数を減らしていることには変わりがない。2019年1月にはアメリカ合衆国で中長距離旅客列車の運転を行うアムトラックで最後まで残っていたフィラデルフィア30丁目駅のものが伝承式の新型に代替撤去され反転フラップ式の案内表示器は最後に表示された内容を保ったままペンシルベニア鉄道博物館に移設され 保存展示されることになった。日本の鉄道駅では1955年前後にフラップ式の発車時刻表示器が導入されるようになった。近畿日本鉄道では駅設備だけでなく3万系車両の号車表示器に採用していたこともあったが他の車両には普及しなかった。東京証券取引所においても株価の表示のために採用された。 日本のテレビ放送における情報の表示にも用いられた。技術史的に手書きのフリップボードの取り切りからスーパーインポーズに至るまでの過渡期である1958年第28回衆議院議員総選挙の開票速報に際して候補者得票を即時的、効率的に伝えるため上述の投票の装置をヒントに NHK と TBS テレビが 同時に導入したのが最初の例で、後には TBS 系列の音楽番組ザ・ベスト10で曲のランキングを表示する際や同局で放送されていたクイズダービーの出場者のテーブル席の特典表に同様の装置を使用した。日本の交通機関のうち空港では2000年代初頭より LCD に代替され数を減らしつつある。鉄道駅でも 同様に老朽化やった言語に対応しにくいなどの理由で検証が続いており、ターミナル駅では南海電気鉄道南ン駅で2016年まで使われていたが LCD に置き換えられた。一方、京浜急行電鉄は LED 装置より視認性に優れるとして発光式による停車駅案内機を併設したものを2000年代以降も設置しており、交換用に LED 表示部を 補助的に設けたものを新規に導入していた。2010年代に入り、東日本大震災による福島第一原子力発電所事故をきっかけに節電が呼びかけられたことから消費電力が低い本装置に目を向ける空港関係者が増えつつあるという記述も見られたが、消費電力を減らし視認性を向上させた LED-LCD 式表示機が普及したことに伴い、 前述の京急でも LCD 式への置き換えが進められている。2021年時点では大阪国際空港や宮崎空港、京急川崎駅、吉野駅、岡本駅などに残っている。台湾鉄路管理局の台北駅では1989年から約30年間使われてきたメインコンコースの大型反転フラップ式、案内表示器が摩耗や 故障の多発、部品の入手難により2019年4月で運用を停止、同年末をもって LED 式に交換されることが発表された。ありがとうございます。